やったか。これがお前たちの言っていた人型の幻影種なんだな。俺にも見えるとは。言ったでしょ、それだけあいつの力が強いのかもって。確かにそれもあるけれど、児玉が見えると言ってからアグラード殿にも人型としての幻影種が見えるようになった。本来あるべき姿をあるように存在させたのならば、それは創造の鏡師の力。エルナとバルトの様子は？危険です。傷はなんとか塞ぎましたが、バルドさんから分離した幻影種が消滅したことで心が弱って生命力が減り続けています。そうか、あの幻影種はバルドの宗主にあたる存在なんだな。けど幻影種を倒さずに捕獲する方法なんてないし。助ける方法ならあります。バルドさんの心の奥にある神格というものを治療できれば。児玉、私に協力してください。二人でバルドさんの心に触れるんです。俺？ええ、どういうわけか知りませんけど、あなたから鏡師の力を感じるんです。その力と私の力があれば助けられる可能性が高い。私の主のバロール様はこの世界の構築に関わったお一人です。その心から生まれた矯正の私には主以外の心にも触れる力があります。それでも宗主に触れるのが精一杯。心の奥に入り込んで神格を治療するにはやはり鏡師の力が必要なんです。鏡師の力って、あ、でも訓練したことないとか言ってる場合じゃないな。了解。で、方法は？児玉は無意識に力を使っているようですから、暴走しないように心を落ち着けることが大切です。そうですね、私の手を握って一緒に水に潜る想像をしてみてください。私はその力を利用しながらバルドさんの宗主を経由してさらに心の奥へ入ります。その際バルドさんの宗主の記憶が児玉にも見えると思いますが、見た後の判断は任せます。判断？まあいいや、頼むぜエルナト先輩。アグラードさん、周囲の警戒よろしく。承知した。二人の繋いだ手がバルドに触れる。すると児玉の脳裏にバルドの思い出が流れ込んできた。主が主なら強制も強制ですね。私には守るべき方がいる。私の邪魔をするのなら全力で歯向かうまで。すでに決まったこと。カンナギの力、その身に受け取るがいい。抗うな。受け入れれば楽になる。それ以上の抵抗は魂が傷つくぞ。こと、悪。強情な先兵め、バロール様の力を受けたお前は強制も同じ。主人に逆らうなどもってのほか。私の主はあの方だけだ。受け入れよ。このままでは本当に命がないのだぞ。うおーで、さ、ま、愚か者め、我が槍よ。ルグの声と同時に空には虹が漂い、地面を突き刺すように光の柱が立つ。その中から小さな影が現れた。先兵バルドよ、その身はバロール様のもの。死を迎える前に私自らの手でカンナギの力を植え付ける。来るな。やめろ！爆発したかのような衝撃が収まると、そこには苦しげにうずくまるバルドと
その様子を見つめるもう一人のバルドがいた。バルドが二人。私は帰る。私はあの方のために。もう一人のバルドから漂う異様な気配にルグの表情が凍りつく。バルドの生命力が落ちていくのにつれて、もう一人のバルドの意識がだんだんと明確になっていくのが見て取れた。あれは良くないものだ。私の力と先兵の力が干渉して生まれてしまった。動物たちの悲鳴、他の生物にも影響が出てるのか。あれは今朝、こんな時にカンナギの力の譲渡と槍を使った負荷が。このままでは。クロノス、聞こえますか？お願いがあります。バルドとこの化け物を未来に飛ばして、あれを今の世界に存在させれば大変なことになる。バロール様が眠りについている今、この化け物には対抗できない。でもいつかお目覚めになれば、私のルグの槍の力を時間移動のエネルギーに変換します。あなたは未来に道をつなげてくれればいい。